役職をお選び。あ、自由にどうぞ。配存ボタンが押されたとき。あのね、2番のね、ベテラン女性が潜伏占い入れ夜たが。んで、で、俺の右隣のやつの騎士昨か。夜は誰も死が、にま占せいんでアーしマーして。て、発7言番ターンが、に入ります。巨4人。番4の番プレ騎イ士ヤーがが、発言します。これは続行ですか？占いまあアーマー。続行。まあいいや。まあ続行としてじで、ゃあ、いってきます。そうですね。まあ特に手話はあ霊りのま二せ郎ん。がいそうですて、ね。まあ一瞬、あ、そ続行れではわかりまもうした。三師匠からスライで、ドしてまある一瞬目から、で、まあ店特に言うで、こともないん八で、番そうがだ死んな。でえのってまあ、わかるんだけど、まあ自分は、まあ結構個人的で、に霊一能級はロー記ローがす念げえ見えしたてんいだきけたいなっど、て思っております。うん、なんか二そっちの方番がなんか信強そうがだ潜な伏とで思っ噛てまる。れ、うん、四番個人騎士的がに三はね。日目に降りて、七で、番まあ目占死んだっいて言い師は張るまあ霊し、考察とか、まあ絶単対体一でも級結なの構に、見られる村ようがに俺頑張つっりてます。まあ負ける2っていう。周目、まあ自分2周ゲー目ムのだとね。ころなんで、まあ2周目でもまあ考察本当伸ばに、あせれる勝っようたにと思祈っるたようのにに、してほ村がしいっそて、の正9番直スラン思ドいにます。1級ローロー以上見えでないです。8シーン5見る。番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、アクシデントですか。まあ、アクシデント、アクシデント。ボタンを押すのか押されたのか。まあ、どっちでもいいですよ。まあ、そこに対しての不安定な感じる感情をね、どうすればいいんだというか、どっちなんでしょうね。人狼で慌てふためいてるのか、狂人で、うわーと思ってるのか、村で思っているのかはわかりません。まあ、やりましょうじゃないか。私はね、勝ちますよ。今日は SG1 を釣ります。SG1 を釣らないと村は勝てませんね。SG1 の中には黒い人が多いんでね。怪しい、おかしい、黒い人を釣っていく。SG1 を釣るのがこの人狼里の基本ですよ。最後まで置いといても SG1 なんだから精査できないでしょっていうところもありますね。SG1 を釣るんですね。私は基本通りにね、プレイしてね、なんとか確率的にはね、陣内を釣りたいと思っていますね。以上です。6番のプレイほんヤーと、が発言します。やばいはから、い、おはあようのご試ざ合。います。あと、そうですね、4番どさん、こ5なで番ればさんいいのけど、発言を聞いてきて思っもうた忙こしとくては、出せなかったけ4番ど、さんは霊能に関して決め打ちが強いの新かな占と思いっが潜伏て、するん今だよ、回まず。でいいと思いますけ騎士がど、占いが、まあ、一すんつだよ。だけ言うんだったら、で、3霊日能目の降り決るめ打ちから、成見功たし目て上も占7い番の目決強め打ち人を失が敗し占いたになっら、て、かなり厳しい場で、面になってしまうか7番目ら、強人からすれば、重1きを級置ローくローべ見えきてるはか霊ら、能精査より占い精査だ5と番思う9番よっがていうグのがレイジ6にい番の意て、見です。俺が5番なんだけど、これは54番番すさんるっにて言僕われの意て。見として4番さんに対して言えること。で、5番さんに関しては SG1 を釣るっていう思考は、多分5番さんは明日に連れていけないなって思う人を釣ろうと思ってる思考の持ち主だと思うんだけど、まあ、いいかな。黒い人が、を探してほしいなっては思いました、素直に。狼を探してほしいなと思ったんで、SG1 っていう区切りは、あんまり。7番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。はい、占いについては一周目に出てきてくださいね。占いに出ないと、やっぱ、グレーとかは多分考察伸びないと思いますし、正直、進行論に対して白黒言い続けるのは正直、まあ、無駄っていうか、まあ、時間の無駄なんで、やっぱり占いが出ないと始まんないかなと思うんで、やっぱ、それ潜伏してると、まあ、無駄がないかなと思ってるんで、そういった意味でも、やっぱり、出てき一てほ応しいかバなンとか思もいしんなまいす。あね。と、騎士についてもそうですね。メやっンぱりバー盤見ても面、押すような人がいない例えような気がば、するんだけど、着いた人が俺も実は気の騎士だっせい。たら意味がないんで、やっぱり考察なんすかる怪幅しいを人狭いめなるいたんめだにけもど、気ね、のやっぱせい、やっ俺ぱ出も。てきてほしいかなと思いバまグす。なんじゃね？続行したで、ら。まあ、前半位置については、やっぱ、私はね、SG1 をそういった釣り意味でまもすよ。役が出てない上で、考今察日はしても正 SG1。直2周目また変わると私は思うん学で、んではい。ますそかれらについてはやっね。ぱ2周目かなと多くのね、プ思いレイまヤーがす。ね、はい、以上。SG1 を釣8ると。番そうすればのプ狼レがイ見ヤーつけがら発れる言と。します。言ってますからね。はい、お願いします。
まあ、4番さんに関しての2周目の考察を聞かないと全く色落ちてません。5番さんも色落ちはしてないが、SG1 を釣るっていうことはつまり、村側を釣るっていうことですから反対です。何を言ってるんですか？でも5番さんの意図を釣っていくんですね。だから札1からの伝統ですよ。村が人外かわからない、白い人だけ残していけば勝てるんですよ。6割くらい、それでも私は反対です。SG1 が村って何なんですか？ SG1 は釣り地なのか、人外なのかを、何を言っているんですか、この八番は。なるべく見極めて、八番時代から人外要素の強い人を初日から絶対に釣っていくべきです。何ですか？八番なんか痛みですね。八番の時代にレジェンドがいた。SG1 をちゃんと精査するべきだと言った。革命的な理論を打ち出して、はい、お願いします。時代を変えた男がいた。何のことですか、それ。私は殺通プレイヤーなんで。殺通プレイヤーのヒロちゃんは、そんなレジェンドなんかいないでしょ。見たことないですよ、そんなプレイヤー。SG1 の精査をしろ。マグロ釣りたい？何言ってんだろうと思いますよ。そんなプレイヤー殺通にいないでしょ、そんな人。普通通りやれば勝てるんですよ、SG1 を釣って。何を言ってるんでしょうかね。 SG1 を釣るのはこのゲームの基本ですよ。他に何をするんですか。 SG1 釣らなきゃ勝てないでしょ、このゲーム。怪しい人を釣っていくんですよ。白狼なんかあるわけないでしょ。黒いところを釣るんじゃなくて SG1 を釣りに行こうとして、黒いところを釣るんですよ。狼だったらやんないだろうっていう考察は俺はしないんで。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能です。はい。まず、騎士は出てこないでください。はい。占い師は2、3から出てくる可能性もあるが、2周目で大丈夫かもしれないんで、速やかに出てください。はい。占い進行の、占い1、占い1を1、2、1、2番目の時が騎士は出てこない。いや、困ったっすね。あ、グレーの精査を打ってますね。はい。4番に関してはね、霊能決め打ちっていう精査は、7番がローンの時の教授は、これは9番が言った通りあるけど、結構俺の目線では人間っぽいかなと思う。俺は少なくとも7番の対抗をあまり狼で見ていないから。はい。5番に関しては2周目やレジェンドがいるみたいな発言されても、私はその人見たことないんで。5番の要素って、私の見てる普通の殺数プレイヤーは SG1 をするんですよ。思考やから。一角霊能を持っても、5番みたいな感覚発言が劣ってるどう考えても白でしかないと釣っていくのが、殺数プレイヤーじゃないですか。だが当たり障りない発言に聞こえたかなっていう。8番の、白でしかないとモランテージに編めて、黒なんて狙いに行かないのが殺数プレイヤーじゃないですか。うん、ただ単に発言のコンテストして。だから私も SG1 の発言コンテストするんですよ。まあ、先に言いますね。レノは、7番、1番で愛したと僕から釣っていくんで、もうレノには触れないでおきます。はい。で、グレーなんですけども、5番さんが言った SG1 っていうのは、まあ、両面線があると思う。確かに、残された時ってかなり辛いと思うよね。うん。まあ、正直な話、私、SG1 って5番さんかなって今思ってます。それか4ね。うん。今は決め打つって言ってるから、決め打ちたいか、たいって言うから、霊能精査がすごいちゃんとできなかったら、4番釣ってもいいかなぁなんて思ってますね。はい。で、8番さんの、なんだっけ、その村の可能性が SG もあるって言ってたけど、4番は SG1。そこはじゃあ8番さん、4番はいいけど、4番も言ってましたけど、5番は SG1 じゃないでしょ。じゃあ、しっかり精査ができるんであればいいかもしれないけど、精査できないんで、正常な釣るプレイヤーじゃ何ですか、2番。るのかなって感じかなって。8番の時代を変えたレジェンドがいるってとも言いためなんですか、はい。なところ、まあ、まずは4番さんの SG1 は3と精査しろっていうレジェンドがいるかのように言われても、そんな人私見たことないんですけど、どこにいるんですか、そんなプレイヤーが。はい、おはようございます。占い師6白を保持してます。6白保持してます。はい。あ、4番さんに言いますね。あなた1周目の精査で7番と1番の差をつけて、なおかつどっちが真なのかっていう精査落としてなければ、4番さん、明日普通に釣られてください。私が黒を見つけられなかったらって普通に思ってますね。はい、わかります。もし私が占い先が白だった場合、4番さん、あなたは明日死んでください。はい。もし仮に騎士、普通に出てきてもら出てくるか、私の占い位置じゃなかった、私が今ここ2周目の釣り位置を2周目で言うんで、そこじゃなかったら普通に出てきてください。もし私の釣り位置が騎士だった場合は出てきて、もし人外が騎士を語るんだったら普通にチャットしてください。現状1周目、9番さん、8番さんのいいところってどこですか。はい、休養のランですね。4番
のプレイヤーが発言します。まあ正直、あ、まあ5番騎士だからまあ大会ない。うわ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 、騎士騎士騎士5-4、5-9か、合計で6ぐらいになる。ちょっと待って。まあいいや。で、正直ね、まあ1周目のまあ5番の発言ってマックスキーあっても今日だと思うんだよね。うん、1周目のあの強い発言って多分ね、多分自分がもし、まあ、あの発言をしたら自分が多分 SG1 になりやすいと思ってて、でその発言してもし5番つっても白結果しか出ないと思うんだよね。多分これでローが出るっていうのは俺は自分の中であんまりないと思ってるから、5はマックス今日だと思ってる。で、まあそうだな、7-1のランで、ね、7-1がね、1番がね、その7番さんがね、あっても7、あってもね、7はまあローワンチャンあるかもって言ってたんだけど、ムラスラ、ムラスラ、俺の考察どうしてくれん。まあいいや、まあ5番さんマックス強かな。まあで、合計で見るんだったら、まあ今、で、9番さんのね、その8番の、まああの SG1 じゃなくてローを釣りたいっても分かるんだけど、その発言が弱い人をずっとずるずる続けて、で、最終日は持ってって結局よく分かんない考察して、それでよく分かんない負け方するのが一番嫌だから、別に俺は、まあ別にローっぽい、まあローを釣りたいんだけど、まあ発言力あんま低い人も別にいらないかなと思ってる自分の中では。だから別に5番さんの意見は俺はいいと思ってます。そうだな、まあ3、まあ6番のには、まあ2周目のね、占いの発言が聞いてないから分かんないけど、俺はめっちゃ5番さんに、俺はめっちゃ3番さんに積み寄られた。なんか俺そんな印象悪かったかなってちょっと思った。2番にも。うん。なんかここ、まあワンチャンあるのかなってちょっと思っちゃったかもしれない。いやまあ多分俺の発言でまあ全部決まるみたいな感じの言い方してたから、まあ積み落としたいのかなって俺は3番についてまあ率直に思ったかな。まあまあ2周目の発言聞いて、まあ、決めたいと思います。5番のプレイヤーが発言します。まあ9番が強靭かなんかで6番が死んだんでしょ。で3番4番のね古典的なライン切りでしょ。占い行くなら3番ね、騎士行くなら9番、まあ、9番がローだったらまあ3-6は新居になるんでね、9番の相方を見つけなきゃいけないけど、まあどうなんでしょうね。7番がスライドしてるし、9番は8番叩いてるし、2番は、まあ、その8番手の位置でなんでね。で、2番と4番、2番、3番が4番をバチバチやってる。うん。まあ、今日、騎士から行くなら9番だけど、占いから行くなら3番ね。6番の色を見てもあれだから、9番強靭ってどこでしょ。いや、8番から叩かれ、9番はね、フォロー気味だったからね。私の中では、ね、だから強靭だと、強靭してんで、俺がローだと思ったんだろうな。8番を、あの俺のフォローに入ってるってことは。だから6番が死んで、3番がローなんだよ。だこんな的なライン切りだから3番に4番ローローでしょ。本当に驚くほど3番さん、古典的すぎて吐き気しちゃいますよ。まあ、ヒロちゃんの目は欺けませんから。あの、こんなライン切りがあるからといって6番に占わせないようにしたんでしょ。3、4、ローロー。まあ、9番強靭でしょ。だから私がローに見えてフォローをした。これが一番しっくりくるんじゃないですか。まあ、占い行くなら3番。騎士行くなら9番。一応9番のローがあるんで。はい。なので、はい。ね、3番の新世界があると9番ローなんで、一応、3番、9番なら構わないです。はい。6番だけって、釣っても白しか出ないから。まあ、占い行くならクロス防衛。はい。1守ります。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。1番さん白です。潜った理由に関しては、最悪3死、あ、最低でも3死用盤面が作れるし、全然が色捨てて、ね、狙えるかなっていうふうに思ったから潜りました。前半1であったためね。対抗の3番に関しては狼だと思っているので、今日に関しては3番を詰めてください。で、指定に関しては1番さんに指定してほしくて、5番、9番っていうのは、1と6をクロス越えさせ続けたら、確実に破綻が生まれるんで、はい。1と6をクロス越えさせ続けたら、5級の審議に関してはつくので、はい、今日に関しては3番を釣ってください。で3番の相方位置に関しては、まだ現状の発言だけでは汲み取れてないんだけど、だから5級の精査でいくと、5番っていうのは SG1 で、9っていうのは5番のことを強く釣りをしていることから、ここに関しては要素として、あまりどちらが真っていう要素、精査に関してはつかない。ただ5っていうのは3から釣るっていう思考を持っているため、9の発言を聞いていないから、これに関して言うと、若干の不平等精査になるから、あまり言いたくないが、6の視点から見ると5番さんの印象がいいとだけ落としておきますね。5番さんの印象がいいとだけ落としておきます。はい、で、まあ、結構イージーゲームになったかなと思っていて、盤面上で6の芯を追えない発言をしてくる人物っていうのは、3の相方、濃厚位置になってくると思っているんで、はい、
これに関しては村の発言をしっかり聞いていけば分かってくるかなというふうに思っています。なんでこれに関して9番さんが真だったら申し訳ないから、それに関してはあまり誤解はしないでほしいと思っています。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、4番黒いかなと思いましたね。あの4番の発言の半分ぐらいであの村すらしたんですけど、こんばんは。それまで4番人狼盤面とかそういう発言もなかったんで、多分4番人狼だから多分誰かが村すらするっていう前提で話してた気がします。多分4番の開始地で あの資料を見た時点で4番目線も8と2が確定の村になる、そういう発言も何もなかったんで、うん、多分4番目線誰かがすらするんじゃないかなっていう考察が、4番の最初の50秒ぐらいで聞き取れたんで、まあなんか5番とかも3、4、狼、過去やるんじゃないかっていう話もあるけど、やっぱり俺もそういう意味で3、4であるのかなと思ったんで、はい、3番釣りますね。で、騎士は別に霊能が支持したらいいんじゃないですか。なんか、神っぽい方を霊能を守ってもらうのか、生き残った占い守るのかっていうのは、212だったら騎士からじゃなくて占いから行った方が騎士は自動的に破綻するんで、はい、こんな簡単なゲームはないですね。はい、今日は3番いきます。8番のプレイヤーが発言します。はい、私の意見としては6神決め打ちのグレー詰め3偽信仰で、おそらく騎士はまあ9番が真だとは思います。理由は、1周目潜伏したにもかかわらず、5番さんっていうのは出るのが早すぎる。3番さんが占い使用した後に潜伏占いが出てくる可能性があるから、1周目姿を見せたくなかった騎士が出るにしては早すぎるからです。まあ、そこではわかりません。で、6番さんが狂人だったとしたら、新郎新郎が形成されてるように見えるよね。6番さんが狂人で三神占いだとしたら、もう全人外露出させに来てる全く見えてない狂人のする行動ではないから、もう圧倒的に6が真です。で、4番さんに関しては確かに7のご指摘通り視点は追いついてなかったが、まあ位置的にしょうがない面もあるし、3番が2日目殺しに行くと言ってるから、俺は7釣りが正解かなと思ってます。7番さんっていうのは狂人が出てきたがために引っ込んだように見えるからね。まあそこは位置が指定すればいい。絶対グレー詰めの、クロス越え、六神進行が正解だと思ってます。以上です。9番。のプレイヤーが発言します。さあ、冴えてるね。俺もね、4番の発言からさ、4番って霊能は決め打ちたいって発言をしてて、霊能は決め打ちたいって発言をしててさ、なんか4番が狼だった時に、じゃあ相方が霊能に出てくるんじゃねえかと思いながら1番が一角してるじゃん。そしたらなんつうの、7番っていう可能性が十分あるんだよね。7番っていう可能性が十分ある。4番が今日、どこなんだろうね、違うねえな。違う、ちょっと待って。ちょっと視点がバグったぞ。4番が霊能を決めしたいって発言から、どちらかっていうと共鳴なのかなって思うから、そこを釣り寄せて7番っていうのもおかしいし、ちなみに5番のシーン切ってくださいね、皆さん。今日は SGG を釣りますっていう騎士なんかいないでしょ、まず。SGG から釣ってくるんだって、5番さんは。5番さん、7番さん SGG だよ。村さらしてるもんだって。1番と7番で、7番が村さらしてる。なんで5番さんは7番詰められないんだろうね。って思うんですけどね。占いは6番。何言ってんの？まあいいや、1番さん。プレイヤーは SG 視するんですよ。じゃあ、5A。何言ってんの？1番さんに任せる。なんなのこの2席士は。俺はちょっと占いなんか殺番の時代を変えた、レジェンドがいるとでも言いたげだけど、そんな人いるわけないでしょ。この人狼ゲームに。平凡な普通の人ばっかりだよ。こんな人に私出会ったことないですよ。5番が狼だった場合、何ですか9番。発売の時代を変えたレジェンドがいるとでも言うの。SG1 の精査をしっかりして、ハグローでもちゃんと釣りなさいっていう、そんなプレイヤーいるわけないでしょ、この世界に。1番のプレイヤーが発言します。
はい、2周目よろしくお願いします。いろいろ進行を考えました。今日は3番と5番の欄にします。いいですか？ 3 番と5番に欄、5番に欄にします。3番さんは、死んだとしてもこれを絶対飲んでください。あなた目線5番が狼の可能性がありますから。3番が落ちた場合は、9番が6番超え、5番が1番超え。もう一回言いますよ。今日は3番と5番の欄です。3番が今日処刑された場合は、5番が1番超え、9番が6番超え。これを守らなかった方の騎士を明日確実に切ってください。で、5番が落ちた場合は、9番は1番超え、鉄板でお願いします。6番を守らない。はい、俺が5番の色を見ます。俺はこの盤面下において7の狼はないと思ってるんですよ。7が狼やった時っていうのは少なくとも3、7の進路進路系でない限りは7番が霊能出て3番がローに出る確率って俺あんまりない実は思っている人間なんですね、はい、その時にじゃあ7という霊能が出てるのに5級で相方が出るかって言ったら出る必要がないと思ってるんですよ。だから俺は7の狼を盤面上現在切っているから8番の7ずりっていうのは俺目線ではおかしいね。だからラストルフは4、8、2の3人の中に誰かにいると思っています。俺は現状7の狼を追っています。もう一度言います。なんか例えば守らない奴がいそうなんで、あ、守らない人がいそうなんで。今日は3番と5番の欄。3番が死んでも5番の欄を飲んでください。5番は3番を釣れそうなんで3番に投票してください。はい、3番が落ちた場合は5番が1番超え、9番が6番超え、はい。3番が処刑された場合は、5番が処刑された場合は9番は1番という番です、はい。以上。今日は3番と5番の欄。2番。のプレイヤーが発言します。なるほどね、了解です。じゃあ参考の欄でいきましょう。で、まあ私がこんなこと言うのはなんか何言ってんの、ヒロちゃん新地ですよ、守れなくなったらどうすんですか。だから仮には参考欄にして、まあ3が釣れた場合はそれはそれでいいんですけども、5が釣られた場合って36の統一欄に指定した方が良かったんじゃないかなと思うんですけど、私1番さんは7番もう捨ててるんでしょ、ローじゃないって切ってるんだったら多分村目線って一番4、8、2の中で多分4って多分一番怪しい人と思うから4番統一占いが私いいと思うんですけども、はい。まあ私が言ってもね、役じゃないんでどうもなんだけど、多分それが一番村目線は静寂なのかなと思いますけどね。残った場合は3、6両方ね。まあそれは残った場合は残るのは意味ないんですけどって感じかな。うん。でもね、私は8番目線のね、7落としはすごい納得できますよ、1番さん。うん。いや結局7番って一番どうするって74か74と困るじゃんすよ。4番って7番が言う通り全人が浪費の場面は全然置いてなかったし、で7に関してはムラスラ霊能でね、うん、いやこれって強人としても全然あり得ることなんで8の7落としの納得もできるし、うん、俺7落としの8を提案した8番はなんか1周目あこいつどうなんかなと思ったけど、2周目はあ結構これムラっぽいのかなと思ってますけどね、うん、角村とか白置きとかしないんですけどね。うん。って感じ。ただシンプルに47が怪しいなと思っておりますね。一番死の4だけどね、俺はね。うん、全路盤面をって感じ。追えなかったところだけど、まあ、で3の発言聞いて3号決めましょう。3番のプレイヤーが発言します。普通に考えてくださいね。普通に考えてくださいね。6番さんの狂人さんが、ね、占い師のカードを持っている発言をしてると思ってますか ?1 番さん。7番さんのことを何を見ているのですかっていう発言すらないんですよ。7番のことを何と思っているのか発言ないんですよ。わかります？俺多分4と2と8がスムラで7番、5番、ローロー普通にあり得ると思ってるんですけど。だから普通に5番落として5番の黒結果が見えた場合、9番が1番を守るでしょ。俺の占い先がね、真の占い師だっていうのを透けてるから、普通に噛まれるんですよ。わかります？私が普通に噛まれたんですよ。はい、で、6番さんの狂人を安定で釣ってください。はい、5を釣ってくれ。はい、5が騎士じゃない。はい、騎士の発言精査じゃない。わかります？5の騎士の発言精査じゃないんですよ。これがもし3号ローローだった場合、はい、明日私釣れますよね。はい、私の色結果を、はい、もう6白持ってるんで、はい、なんでわざわざ私が狼で6番さん、私は狼じゃないですよ。もし仮に現状か、7番と1番が霊能出ていけば、なおかつ私が狼だった場合、7か1、どこでも白を打てるんですよ。なんでわざわざ6番さんに打つ必要があるんですか。
はい、ゴーズリで。わざわざって言いながら、あれじゃないですか、わざわざっていうか。俺を選ぶ。あなたわざわざって言いながら、偽じゃないですか、偽丸出しじゃないですか。何を言っているんですか、これもう偽丸出し。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、まだ2匹の狼と6番の狂人が生きてるんで、はい、明日決めれなかったら負けますね。はい、え、1番さんが5番さんが1番守りと9番が6番守り？ない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 。たぶん、紙一的に多分8番か、たぶん2番ぐらいが噛まれるから、気をつけてください。まあ、言ってるとこ、まあ、もう村がバッてるんで、はい、5番が真の騎士だったら、普通に1守ると思ってるんで、で、なおかつ私の色結果を1番さんが指導して。5番が1で9番が6でしょ、はい、それに従わなかったら、9番ですよね。してください。6番の狂人なんで、はい、私の白見えた瞬間に、はい、6番釣って、5と9をね、再生させてください、1番さん。はい。わかります？ 5、7 ロロー、全然あり得るぞ。夜が。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、2番のプレイヤーが発言します。ニクロ、ああ、やっぱ6人だったね。はい。スラじゃねえよ、ほら。誰やねん、昨日3人いっぱい入れたやつ。俺と3以外みんな、あれやろ。3人入れてるやろって。うん、話ね、うん、分かりますよね、この状況。5番すらって、たぶん村目線どう考えても変だったら分かりますよね。はい。で、皆さん、じゃあ6を死んでおくんですかって。うん、6を死んでおいたら私かもしれませんけども、黒って6が言ってるんで、はい、私の黒要素言ってほしいですよね。多分私、かなりマットなど言ってるんで、多分6番さん、黒の取る位置間違ってますよ、うん。はっきり言いますけどね。なんで、まあ、5番が何でやってるかなんだけども、いや、ちょっと待って、3が死んだから6強の、ああ、そうすると5がローか、あ、そっかそっか。5番つって、そうすると、4、7、8なんだけども、多分8のローはないと思う、俺は。同じ考えだったから、2周目は。2周目は違ったけども。5をつって、4、7の精査が一番静寂ですね。はい。って感じかな。うん。仮の話ですけど、私を釣るって場合だったら、私の黒要素を言ってみてください。はい。絶対言えない自信があるんで、皆さん。はい。そもそも昨日5に、なんで行かなかったこれ疑問なんだけど。そんなに3の2席決めるとは。4番のプレイヤーが発言します。まあ、今日は5行くんだけど、7番さ、なんか俺がなんかさ、7番がスライドしてるの知ってたみたいな言い方してるけどさ、俺5番のさ、考察してるとき、なんか急にスライドしたみたいで、どこで分かったの俺、5番の考察してるときで、急にスライドしたからわざわざ話止めて言ったんだけど、どこで分かったの ?7 番って、意味わかんないんだけど。で、まあ、別にいいんだけど、まあそうだな。まあもし今3番が死んだ時は、まあそうだよね。6強、5ロー。で、またまあ7番じゃねここ。うん。なんか俺に言ってるし。しかもさ、俺最初のあの場面でさ、なんか知ってたみたいな発言とか言われてるんだけどさ、俺なんか5番の発言して、で、俺決めとうと思ってた時になんか急に7番がなんかそのスライドしたせいで考察を落とせなくなったんだけど、どうしてくれんの ?7 番。しかも、なんか考察でスライドした理由よくわからなかったし。うん、なんかマジで、もう本当に迷惑なんだけど、7番。
なんかもう人外にしか見えないから、7番が。俺も絶対、まあ、ローで打つ、もう三振で見るんだったら、普通に 5-7 でいいと思ってる。で、そうだな、でも6のね、さっきもおさま言ってたんだけど、6の、まあ、その7番のスラに対して何も言及してなかったね、6番っていう人物は。うん、で、そこはちょっと怪しいかなと思ってる。ワンチャン3のシーンあるかなって思ってるから、まあ、でも6ワンチャン今日あるなって思うから、まあ、自分の中では 5-7 って見てます。そうですね。うん。しかも1噛まれてるし、5番はまあ気をつけます。以上。5番のプレイヤーが発言します。ああ、そうですね。まあ今日は6でいいんじゃないですか。キムさんも飲めますよね。2番いかなくていいですよ。うん。6いきましょう。安定策で3番、6番釣り切ればいいじゃないですか。うん。2番やめてほしいなと思ってます。だって、ね、PP になるかもしれない。送っとけばいいんじゃないですか。うん。私、あれですよ。ね。騎士アーマーすることによってね、占いのあの、まあ、ローっぽいところをするっていう、あれですけど、あれをね、やることはいいじゃないですか。うん。だから、まあ、と思ったけど、まあ、784に2浪いるんじゃないですか。うん。グレ釣りましょうよ。784。うん。2浪いるんじゃないですか、これ。うん、2番は行かなくていいんで、今日6番行きますか。これか784行ったらいいんじゃないですか。2浪いるでしょ、これ。私、つぶらなんですよ。6番、2番は残して784行きましょうよ。うん。うん。これでいいですよ。うん。私はね、まあ、うん、そうですよ。騎士じゃないんでね。9番をこれで残せたんでね。いやー。なんで1番噛んできたんだろうね。困ったね。本当に。私は騎士じゃないから破綻してないからね。今日じゃあ、784か6でいいんじゃない？うん。まあ、本当にね。いや、どっちが死んだったんだろうね。いや、よく、騎士ハマして2、1、2番目作る人たちいるけど、やめた方がいいで。本当に、失敗するときあるからね。まあ、9番が決めてね、今日はね。うん。6番のプレイヤーが発言します。まあ、4番さんに言うんだけど、4番さんと7番さんって村の殴り合いでしかないから、やめてほしいなと思ってます。それが負けにつながるっていう線でしかないから。5番つって2番つって終わりですね。3号狼だった場合っていうのは、5番の破綻が見えるっていう確定盤面になるから3号ローに関しては 100% ありえないんで5強3オオカミ2オオカミですね。2番さんの黒要素に関して僕真っ当なことしか言っていないから上げてみてくださいって言ってるんだけど、そもそも、2っていうのは4番に対して4番が統一占い絶対的に怪しい位置っていう発言をして自分から占い値をそらそうとしたから、まずそもそも2番さんを占いましたね。はい。で今日に関して4番さんが7番さんに言ってたんだけど、7番さんが仮に人外だった場合っていうのは降りる必要がないですね。降りる必要がない。わかるかな？多分感情的になってるから、それに関しては4番さんも、7番さんに関しても4番さんへの昨日の言及っていうのは、盤面が見えてないからこそ出た発言でしかないから。はい、だから村同士の殴り合いやめてほしいですね。まあ安定進行でいくんだったら5つって2つってください。はい。2縄で終わらしたいんだったら2番さんをストレートに釣ってください。それ以外何もないです、ね。僕が狂人として3番という占いから6白もらいましたってなったら、盤面上俺が出る必要性もないし、霊能で出て1番をそもそも釣り殺せるっていう盤面でしかないから、わかるかな？ 6 が霊能使用して1が霊能使用した場合って、3番が仮に1画した盤面だったら6番っていうのは3.6 はマックス強でしかないから1番という新霊能から釣る思考にしかならないか。僕が出るメリットって一切ないです。7番のプレイヤーが発言します。はい、8番ってさ、1日目の1周目 SG 値は釣らないって言ってるけど、昨日思いっきり7番釣ろうとしてるよね。それどういうこと？8番って言動思いっきりなんか矛盾してますけど。で2番もそれ8番を評価してたよね。2番は 1周目8番どうかなと思ったけど、2周目、うん、まともなこと言ってるって2番言ってたけど、いや、思いっきり発言と投票、言動矛盾してますけど、うん。なんかもう黒いやつしかいないんですよね。うん。9番もさ、なんか5番が SG 値釣るって言って7番釣らないからどうしてとか言ってたけど、8番とか思いっきり言動言ったら、一瞬言ったとこ全然違うことしない。この辺黒すぎるわ。でもまあ一瞬目。でも3、4、6しての
もう私は思考6型なんで、もう3、4って決め打ったら3、4なんで、ちょっと今日は、うん、今日は騎士行くんですけど、明日は4番行きます。以上。8番のプレイヤーが発言します。いや、あなた自分で SG1 っていう自覚があるんですか？俺は人外としてあなたを釣りに行きましたよ、昨日。なぜなら、全人外になってて、十数秒間考えて、やばいなと引いた狂人か人狼なのか、何者か人外だろうという予想であなたを釣りに行ってますから、俺は別に間違ったことはしてない。SG1 として釣りに行ってない。多分7が人外だろうと思って釣りに行ったけど、俺はほぼ6進進行で行ってて、47がすこぶる殴り合いしてるから、今日荷釣りをおすすめします。荷釣りをしたいんですが、多分ね、まあ、本命の予想は2、3、ロー、投票からもね。2、3、ローで5番が狂人。5番の狂人は、3番のご主人様が見えてるから、6の芯が見えて2番を釣りたがっていない、自身が釣られに行くスライドだと思ってますが、一つだけ気になったのは6の発言で、3、5、ローって絶対ないって言ったんですよね。2番黒が見えてて、三五郎っていうことすらおかしいなとは引っかかったけども、あまりにも三番が偽でしかないし、盤面上ね、四七の発言聞いてたら多分黒はないんじゃないかと思って、この後カオスを防ぐための二番釣りが正解かなと思います。九番のプレイヤーが発言します。2番行きましょう。6番さんも2番行きましょう。4番さんも7番さんも8番さんも2番行きましょう。ダメだよ。2番釣られないでくれんない？2番って、白老一。こんなわけねえだろ、2番が。どこも釣らないでしょ。マイドコモと。6番が死んでしかないから。夜酒ドコモで。6番さんが。どこも回線繋がりでしょ、2番と9番。何やってんの？何ですか、9番。2番が au かソフトバンクかのように。3番の黒が見えてあなたたちドコモでしょ、2人ともお名前は。ダメですよ、どこも釣っちゃう。どこもが、どこも釣っちゃう。強かんだ理由っていうのは2番が狼がいます。だって3番が白だったらさ、そのままさ、1番噛まないでいいんだもん。3番が白っていうことは5番が狼じゃん。そしたら1番噛むメリットは全くないから。7番も変なんだよ。3番、4番、ローローってないだろ。6番、3番と6番、どっち死んでおいでんの ?7 番って。はい。6番が死んだら3、2か3、2、5だろ。3、4っていうのは絶対繋がんねえだろ。うん、この二郎構成。2番行くの？いや、ダメですよ。言ったでしょ。SG1 を釣っちゃいけないって。SG1 を釣ろうって私は言ったけどね。私の言う通りにしちゃいけないんですよ。あざーっすー。3番シーンは透けたよ。投票が終了しました。ありがとうございました。2番ではございません。2番、2番の遺言。まあ、9番カミカミしましょうかい、今日は。はーい、終わらないっすね。お疲れ様です。自信満々に言ってくれてありがとうございます。はい。いや、あとで反省会でちょっといっぱいいろんな話聞きたいんで、私に投票してたらすんごい楽しみにしてください。はい。5番ローの6強の、あと1頭、1体どこかな？ 4 番だろ。ピーピーピーって言ってた。そもそも8番、まあ、だからね、3番シーンはね、すげえさえ渡ってね、4番、だから6番が出てこないとやべえゲームだったのよ。あ、さ、4号ローロ6強人ですよ。でも2いくだよ。4号ローロ6強人ですよ。あ、4号7で2か。あ、なるほどね。ハッピーセットでしたね。だから3番釣れたことがマジで俺釣られると思ったら奇跡的に。いやー、すいません、2番さん。7番さんもちょっとヒロちゃんの華麗なるムーブでね、釣られちゃったっすか。7番さんです、当たってましたね。ヒロちゃん狂人なんでね。ということで、はい、私は村でした。はい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 。で、何何何？7、8、9、おまけゲーム。3番死んだしきやつが4番をロックオンして、7の言う通りなんだよ。俺は、なんか、レジン街で通すけど、リア居いんのかなーと思ったんだよ。4番の多分、その止まってる感じは、その10秒間は。8番は引っかからなかった。引っかかったけど、って、引っかかってそれやったら人狼ゲームじゃないんですけどね、8番さん。はいはい。いや、私、全然悪くないんで、全然言わせてもらいますよ。はい。
そもそも5番のあの空をあの見逃す村が俺は相当やばいと思っている。うん、クロスグラウンド、クロスの声まで指定したんだよね。たまに反省会楽しい。夜が更けました。人狼に気をつけて。じゃあ、噛みましょう。ヒューバンを。ヒューバン噛み噛みで。ヒューバン噛み噛み。いやー。3番が4番ロックオンしてたから、3番死んだと思ったから、もうやばいと思ったけど。初日、初日、俺釣られたらほぼ負けるなと思って。4黒手で。そうだ、うん、そうだ、5番があんなはずや。うん。俺も負けたと思ったもん。やべえ、負けたと思って。そしたら、しめしめ、俺が一番盛りなんすかっていう。あーざーすって感じの。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。あれゲーム終わってないな。おかしいな。あれあれなんで終わんないの。あれあれあれ村人あれ村人いや、正直5番のさ、さっきの週の5番の発言、もう釣られに行きすぎて負けたと思った。いや、マジで。いや、3番初日俺にロックオンかけてきて、うわ、俺終わったわって思って、7-1決め打たないとなって思って、適当に1に決め落とすかなって思ったら、7がスラしてめっちゃ驚いて、どうしようどうしようって思って、適当に5番の発言して終わったら、みんなになんか変とかって、やっぱ、釣ったと思ったら、5番が1噛みするからさ、で、そしたら5スラとか言って、でしかもなんかもう本当に強靭マックスみたいな行動してさ、6番でいいんじゃないとか言ってさ、あのこれ勝ちに来てねえわと思ったら、なんかみんな5スルーして2行ってくれたからちょっと嬉しかった。いや、2行ってたら負けてた。いや、もう5番おもろいわ。5番のプレイヤーが発言します。まあ私はね、まあ、不思議に思ったのは7番さんはね、4号までたどり着いたら正解だった。3番、4番だけは絶対ないから。6番が死んだったら3、2か2号だから。ああ、事実上、まあね、または2、4で追ってんならまだ良かったけどね。と、遺言で言おうかと思ったけど、まさか2番が釣られるとは。3番がね、4番ロックオンしてね、ほぼ負けたと思ったから6番が出てきてね、やっぱ発言聞いても3番死んじゃねえかなと思った時にニクロで、あざすって感じで。まあ、6が強かったんじゃない？うん。以上、ありがとうございました。まあ、じゃあ今日7番行きましょうか。はい。6番のプレイヤーが発言します。8番さんに出現拾われてたから、ぶっちゃけめっちゃ焦りましたね。はい。どうやって言い訳しようってずっと考えてました。苦手がなかったら。はい、ありがとうございました。7行きます。7番、8番。のプレイヤーが発言します。おめでとう。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。